皆様ごきげんよう、ここ大野でございます。はい、今回はね、またこれでもかっていうぐらいのね、ワイルドスピードシリーズからのね一台っていうかね、本来はワイルドスピードの中で活躍したっていうかね、こちらのオレンジ色のスープラなんですよ。これをね、もうスープラなのに、同じくねブライアンが乗ってたスカイライン GTR R34 のねカラーリングにしてしまったところがすごい。でこれね、やっぱりね、ちょっと裏側にしましょうか。今回ねこれ、5車種がね販売されてたんですよ。5分の1ね、1番2番3番4番5番でね、売り場のね紹介もね前の動画でやったんですけど、これだけが売り切れで、あとは残ってたんですよね。それぐらいも超人気だったっていうか、マニアの方がね2台3台買い占めたんじゃないかなと思うんですよね。はい。で2番目がね BMW かな、これ。これも残ってるんですよ。であとの4台何が一番残ってなかったかというと、このねノバちゃん、ちょっとねこれ意外でした。この順番に売れてるのかなと思ったらね、そうでもなかったんですよ。でもう一つね、オーナーも購入してますけど、まあこれとね同じぐらい人気があったのはやっぱり何でしたっけ、アルテッツァでしょうね。はい。いやびっくりしましたね。もう全くもぬけ、まあまぬけの殻っつってもね、大野が今日ね地元のザ・モールじゃなくて、なんだっけ、名前が出てこんけど、まあモールですよ。はい、曽根のモール、下曽根のね、そこに行ったのはもう6時半ぐらいですから、もともとねどれも残ってないだろうって思って行ったら、もうこれだけが完売で、あとは残ってたんですよ。びっくりしましたね。これ1台だったっけな、1台か2台しか残ってなかったですね。最後大野が確認した時は1台だったのかな。それまでに行ってなんかいろいろ、まあ他のも物色しようかなと思って、物色した後に特化じゃないけどね、今回発売になったところのこうコーナーに行ったら、まあ1台だけ残ってたのかな。はい。ということで、これちょっとパッケージをね全部見ていただきたいので、スマホを横向きにしてください。ビヨヨ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 ンとね。でそうすると全体的にねすごくこう収まりがいいというかね、よく見えるでしょ。でこの形でね、表はこんな感じです、パッケージは。で裏に行きます。裏にしました。はい。で外国のパッケージに日本のマテルさんがシールを貼ってるっていう形ですね。もうよくありがちなパターンです。はい。で、もう一回表に戻します。はい。表に戻して、スマホを元に戻してください。はい。で、これで、ちょっと説明しますね。まあ、大野以外の方でね、まあ、知ってるか、もうそんなことは知ってるよっていう方も多いでしょうけど、まあね、お子ちゃまとかね、ホットウィールっていうメーカーが作ってて、プレミアムっていうのは高いシリーズですよと。で、今回ね、5分の1っていうのは、この1、2、3、4、5台のうちの1番目の、車種ですよということですね、これね。で、これはね、ワイルドスピードの英語のね、表記です。はい。日本ではワイルドスピードで通ってますけど。で、ここにあるのが、メタルメタル、ね、メタルメタル、メタルのボディにメタルのシャーシですね。はい。でリアルライダースっていうのは、ここが生のゴムだよと。はい。ゴムをつけてればね安心だよということですよ。何の話をの、はい、トヨタスープラっていうのは、トヨタ自動車のスープラというね名前でございます。はい。活躍したのは80年代90年代この本物は、まあもう20年以上経ってるから、まあ映画の中でね、安く使える車種を探してたら日本車ばっかしになっちゃったと、ね、アメリカでは20年以上ね経った製造から20年以上経った車はね、どんどん日本から輸入してね大改造できるっていう感じなんですよ。で映画ではここのね、トップの部分をちょっとうんちく足りましょうね、トップの部分をバーンとね外すシーンが出てくるんですけど、それ用にねこれがまあ一番最適だったらしいんですよ。はい。なんかそういうのでね、これがスープラがブライアンの
愛車になってたみたいですよ。はい、まあ、あのウィキペディア調べみたいなねその他もいろいろ混ざってますけど、はい、まあ、そんなこんなは思うのいいから早く見せろよって、その通りでございます。ということで、カッターの刃をちょこっとだけ出します。で、大野が愛用してるのはオルファーカッターでございます。っていうのはね、大野はね、あの細いのだと裏がねカットできないんですよ。まあ、あの紙に負けちゃってバリッとボキッと折れちゃいます。大野は、いつもねうざいぐらい紹介してますけど、表のこの透明部分をカットしません。裏の部分をコの字にカットして、ね、コの字にカットしてドアのようにしてします。ここのね境目のところ、ちょうどまあ色合いわかるんですけど、この境目のところをねこうやってカットします。でここまで行くとここにぶち当たって止まるんですね。で止まったところから今度は下に行くとね、ここちょうど止まったところなんで下に行くと、でここまで行ったらまた下でね止まるんです、ここね。でこれ今ちょっと途中ぐらいからね始めたんですよ。だからここから下まで行ったらここでねやっぱり止まってます。はい、でこっから下によいしょとカットしたらちょうど、あ、もうちょっといけるんじゃない、まだカチッとなってないのか、お、危ね、びっくりした。まあこの辺ですね。はい、よいしょ。でここがね今ちょうど光当てると分かりますけど、この字にカットした状態ですね。で、これをピョンとこう、ここ今この字です。この字で一番下のところでグイッと曲げます。グイ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 と曲げたらこれで、大野開け完成です。ドアになります、ここがね。はい、まあ大野開けっていうね、まあこれを見てもらった方がもうね分かりやすいですけど、こうやってね開け閉めして横にサッと出てきます。で何事もなかったようにこうやったらね、まるで開けてなかったようなね。でここをねカットしないから、あのグラグラしないんですよ全く。で紙もちゃんと残ってますからね、もう全然グラグラもしないしね、変形もしてきません。大野はね昔はやっぱりこう開けてたんですけど、あの壁にねこう引っ掛けてるんですよ。その時にねクーラーじゃないでエアコンとかね、特にあったかいのが当たるとね、ここがねもうどんどん変形してくるんですよね。で紙のねこの大野開けのこの字の場合は、がっちりしてるんで、エアコンのね風が当たってもあの全然びくともしないっていうか変形してこないです。なので超おすすめということはもうどうでもいい大野って感じですよね。うわもうたまらんですね。もうね大野はねもうやっぱりねワイルドスピード大好きなんですよね。あ、2倍にしましょう、2倍にドーン、遅いよ。うわーかっこいいな。なんかねこの黒いホイールもなんか締まっていこうぜって感じでいいですね。これいやこれはかっこいいな。まあやっぱねこれだけ作り込んでいただいてると、うわトヨタのマークもねしっかり出てるしね、ここのこうこの辺のね網網もしっかりあるし、うわこれは現場で見たら2個3個買っちゃいますよね。まあ開くところは全くないですね。うん、まあそれは仕方ないですね。これは、あ、これはねポットオイルの場合よくここのウィングだけがプラスチックっていう時もあるんですけど、これはねちゃんと鉄のこの一体型になってますね、変形しませんね。うん、これはいい。でここがね細かーくねスープラーって書いてあって、トヨタのマークもあるし、すごいなこれ。いやこれはいいわ。でもちろん、あれなんか不思議な感じがしたのは、なんとトミカでもないのにドアミラーがないじゃんこれ。ちょっと待ってよと思ったけど、もう全然かっこいいからいいな。どうなんなんだよ、いつもドアミラーつけれって文句言うね、トミカの時あれだけ散々言ってるのに、もうスープラがこれだけかっこいいと、いや全然いいみたいな。もうねもう好きなこの、ね、ためじゃないな、好きなこのすることは何でも許しちゃうみたいなね感覚でございます。はいね、
メタルのボディですよ、ね、マテリアルとしては2016年の金型ですからね、まあ、かなり古くてもうどんどんこう金型としてはねカラーバリエーションが出てるにもかかわらずね、このスカイライン GTR R34 のカラーリング、ワイルドスピードのね、これをするっていうのがもう本当に憎いですよね。いや、ここのね色分けもしっかりしてるし、いや、これはねお値段以上ですよ。もうニトリもびっくりの、いやいや本当ね、しかもねリアルゴムタイヤ、生ゴムタイヤですよ。ゴムつけてますからね、もう本当安心でございます。はい、ねえ、かいや、いいな。ここがねプラスチックの場合はやっぱりちょっと重みがこれより軽いんですよね。軽くない、いや良すぎだわ。まあということでね、今回はこれね、スープラのシルバーにブルーのライン、いやー、このホイールがね真っ黒なのもなんか渋すぎですね。かっこいい、もうなんかね、もうほんと何でも許しちゃう的な、もうほんと。これまあギミックはないんで、両窓はね開いてない状態ですね。あと特筆すべき点としては、まあここはねガラスじゃないで、あのヘッドライトは透明パーツではないです。これは着色でね、あのなんかなってるよみたいに見せかけてるって言ったら変だけど、まあけどもうほんとよくできてますねこれ。けどホットウィールさんってほとんどねドアミラーを省くことないのに、この金型だけに関してはなんで、なんか不思議なピーチパイですよ。わけわからんね、またね。はい、ということで今回はスープラちゃんのご紹介でございました。いかがだったでしょうか。ご視聴ありがとうございました。はい、でこの次はね、アルテッツァにやっぱ行きたいと思いますよ。はい、ということで、ありがとうございました。ごきげんよう。高野チャンネル。